上下紺のユニフォームがホームの鹿児島、上下白いユニフォームがアウェーのセレッソ大阪 U23 です。今前半が始まりました。2020明治安田生命 J3 リーグ第22節、鹿児島ユナイテッド FC 対セレッソ大阪 U23 の試合、今始まりました。平均年齢でいくとおよそ10歳の開きになります。さあ鹿児島、酒本がここでボールを持って前に送る。枝本がボールを持って右足のシュート、まず決定的なチャンスを作ったのは鹿児島でしたが、この位置で酒本が縦にボールを送って、さあこの位置からのフリーキック、ピアスが直接狙っていった。パスをつなぎます、前に送って低いクロス、青山の対応。さあ左足のシュート、ボールを弾いた畑、まだある。ボールを収めて前を向けるか、鹿児島なんとかピンチをしのぎました。青山から酒本、さあここでボールを奪ったセレッソ、ドリブルで運ぶ、ドリブルで運んでいきます。さあ一人で行く、左足のシュートはバーの上、わずかにバーの上。米沢、田中から酒本、酒本のボール前線、牛の浜がボールを持っている。クロスボールから茅沼はゴールの上、砂森が右サイドにボールを送って、田中総一のクロスボール、ヘディングシュート、ゴールキーパーアンジュンスファインセーブ。このクロスボールを茅沼でしょうか、合わせていきました。頭で合わせたボール、ゴールキーパー。さあここでセレッソがボールを持ちました。前を向いた右足のミドルシュート、畑のファインセーブ。サイドを変えようというところでしたが、セレッソにボールが渡りました。さあセレッソ前を向いた右足のシュート、ファインセーブ。ラインを割ってここで長いホイッスル、勝ち点1ずつを分け合う結果ということになりました。